本日も高田橋駅に来ております。昨日ここに三脚を忘れたんですね。まあ探しておるわけです。まあいずれにせよね、駅を出てすぐに橋を渡るというのはなかなか面白いロケーション。三脚を発見しました。私が置いてあった場所とは違うところにあるもんですから、おそらくどなたかね、親切な方がここに置いていってくださったんですね。ということでまた本日のね撮影開始ということになります。昨日に引き続き中山道ですね、新加納宿までやってきまして、日吉神社だそうです。この神社の向こうに名鉄が走っているので見てみましょう。日吉神社の境内とその隣のグランドのようなものですね。なんとなく雰囲気的には昔の学校の雰囲気と、こういったタイル張りの水飲み場ですね。まあ昭和世代にはまあ懐かしいものであると。何かこの通路が何ですかね、下が通れるようになっているというあたりが不思議な建築ですよね。1800の10連ということで、まあ非常に日吉神社歴史があるらしいんですけどね。この立派な杉林があったらしいんですが、伊勢湾台風で倒れたということのようですね。ちょっと今中を見てびっくりしたんですけど、これが本尊と思われるカエルですかね。ちょっとこう怖い感じがしますね。まあ右と左に狛犬というんですかね、これ犬なのか獅子なのかちょっと私もよくわかりませんけどもね。まあ日吉神社由来とあるんですね。そうですね、滋賀県が総本山だと。滋賀県のなんですか、日吉大社ですか。伊勢湾台風で杉林がまあ倒れたってことですね。そして先ほど本尊のカエルを見たんですが、まあ、これもそうですよね。ですからまあこの地区はこのカエルの置物がいろんなところにあるんですよね。中駅の前のね、踏切まで、中山道をねさらに進みまして中駅ですね。こちらに JR、 そして、こちらが名鉄の駅になっておるんですけども、まあ、以前の、ね、動画でも紹介しましたけども、この中間スペースですね、ここで、かつて、国鉄と名鉄がね貨物の受け渡しなどをしておったわけですね。特にこの御垣の貨物というやつですね、鏡原の飛行場がね米軍に、まあ、接収されておった時期ですね。ここから軍人さんを乗せた特別列車が国鉄に入ってきましてね、全国に、まあ、
まあ、軍人さんのね、まあ、米軍の軍人さんですけども輸送しておったということなんですね。まあ、このね、中駅と新中駅の渡り線についてはね、今この目の前に見えております一本ですね、まあこの線を残すのみということでしょうかね。まあ、近くで聞きますとこのキハ7号相当な大きい音しますね。まあ、こうしてね、相模原の市内まで来ますとかなり都市開発が進んでおってですね、まあ、中山道の形跡はほとんどないわけですね。まあ、この先は今度鵜沼宿に向かってね進んでいきますね。本日は以上でございます。